いきまーす。はい。真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。うまくいきました。取れました。はい、あのタイミングちょっと聞いてみますね。鳴らします。真っ白な陶磁器を眺めては飽きもせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。こんな感じです。はい、お疲れさんでした。まあ iPhone で512であっても全く遅れずにですね、いけてるんじゃないでしょうかね。力のクリックは遅れてるはずなのに、はい、なぜこれが合うんでしょうかね。 100% は分からないですけれども、まずスタートを押してもしばらくは音鳴らないんですよ、録音スタートを押しても。でその間になんかこの時間差を計算して送ってるのか、メジャーさんはこっちの音をカチカチを聞いてそして演奏しますから、その演奏した時点ではずれてないはずですよ。こっち側が何秒後にそっちにカチカチがついてたとしても、それに合わせて演奏してるわけですから、メジャーさんにはそのカチカチが遅れた状態で聞こえたところに弾いてるから正確に言ってるんですけど、こっち側の録音がずれないというのもおかしな話なんですけれどもね。うん、理解は僕も 100% できないんですけれども、なんせまあずれないのでですね。今日はね、このマイクね、はい、これここ見えますかね。はい、見えます。はい、この普通の携帯についてる、はい、ヘッドホンとマイク付きなんですけど、はい、ここにですよ、はい、これがあるんですよ、オーディオインターフェースね。これで、あの、ゴッパのマイクで、はい、撮って、見たらどうかな。うん、確かにね、あの、マイクが良くなりますからね。このホワイトノイズがですね、はい、今聞こえてるやつが録音に乗ってたかどうか、ちょっと確認したいんですけど。そんなに乗ってないはずなんですけどね。でも、まあ、iPhone のマイクですから、そいつはノイズはある程度あるかもわからないですけど、うん、もう一回鳴らしますね。ホワイトノイズは強くならないから乗ってないですね。はい。真っ白な陶磁器。はい。ちょっとこれに、うん、それこそこの間のソニブルのリバーブですね。リバーブをかけますんで、まあ今の状態こんな感じでリバーブを入れたんですよ。で、これで人工知能で、うん、眺めては飽きもせず、かといって触れもせず。うん、すごいですね。あの、まあ、今日はあのリバーブのあれじゃないですけど、あの今話してる中でもホワイトノイズはずっと乗ってますけど、はい、この録音には乗ってないようですね。これで撮ったとは思えないような音になってますね。今
今までのものよりも綺麗というかですね、綺麗の理由が高音域がちょっとリバーブが強めになってるわけですね。低音域がこっちに向いてるわけですよ。こういう風にどっちかというとこう低音域が。でメジャーさんの声、まあ今回どっちかというとボソボソと歌ってくれたから、あえて低い声で歌ってくれたから低いところにはあんまり響かさんような格好になってですね、そして今リバーブタイムは 1.5 ですよね。でもうちょっとだけ、まあ 2秒ぐらいに、こう 1.5 にしては結構響きますね。そうですね、 2秒にしてみたらこんな感じですよね。まあ、配信だとこのぐらいのリバーブでもいいかもしれませんね。そうですね、もうちょっと落としたらこんなんですね、さっきほどにも。でもそれにしてもすごいな。でちょっと低音をローカットを、うん、ローカット、これ1個あればいいんじゃないですか、うん、リバーブで。ちょっともっと高音を上げますね。眺めては秋もせず、かといって触れもせず、そんな風に君の周りで僕の一日が過ぎてゆく。こんな感じです、うん、はい、うん、すごいですね、うん、これ1個あればいいですね、リバーブ。そうですね、長いのと短いのと2本ぐらい用意したらもう最高かもしれません、うんうんうん、声だけ立ち上がりがよく、立ち上がりというかくっきりして、うん、バックでは伸びたサスティンがかかってるようなリバーブがね、うんうん、ボソボソっと夜中に歌った歌でもこのくらいになればいいですね。しかも、うん、このマイクですよ、このマイク。そうですね、しかもあれですよ、ネットであれですよ、 iPad とそれとつながったんですよ、うん、ほんまにそうですね、これで撮れた音で、うん、素晴らしいですよね。どちらになっても本格的なレコーディングができるわけですからね。皆さんどうでしたか？今日はリモートレコーディングのまた新しい方法をやってみたんですけど、どんな感じに思われましたか？感想はどうでしょうか？そうですね、まず手頃にできるこの iPad とか iPhone ですか、はい、で、まあここまでできるという意味は音の良さですね。で今なんていうんですかね、東京に出かけて CD を作る時代じゃないじゃないですか。はい。自分で音源を作ってサブスクに投げ込みますよね。はい。契約して。はい。その音源作りにはちょうどいいと思います。オーディオストックか。そういう若い人とかニーズはいっぱいあると思いますね。